本日のティーボリヴィラデエステ、皆様おはようございます。私は今日ローマ郊外にあるチボリ、イタリア語ではティーボリというエステ家の別荘、ヴィラデエステの美しいガーデンに来ています。まずご覧いただきたいのが、一番上にあるのがオルガンの噴水です。2時間に1回ほど中からオルガンが演奏されますし、下にある大きな噴水とカスカータと呼ばれる滝、あの真ん中の奥にネプチューンの像がありますので、ネプチューンの噴水と呼ばれます。もともとはここ1600年代にあのジャン・ロレンツォ・ベルニーニが設計した滝があったそうなんですが、廃墟となってしまい、あちらは新しく1900年代にこの庭の中では一番新しい滝になります。そしてご覧くださいませ、この池のようなところ、ペスキエラと言いまして、実は3つあるんですよ。見るとこちら側にも、そして向こうの方にも見えます。なんとですね、ここ皆さん気をつけてください、かなり柵がなくってすぐに落ちてしまいます。なんと深さ4メートルあるそうです。そしてお魚もいっぱいいて、昔は白鳥ですとかこういった水鳥もいたそうなんです。このエステ家の人たちが食べるお魚をここで飼育していたので、食べる目的、そして観賞用の目的だったそうですよ。それではこの糸杉の向こう側にも行ってみましょう。別荘、オルガンの噴水の前に来ています。今から2時間に1回行われるオルガンの演奏とともに噴水のエンターテインメントが行われます。一番上には別席の紋章、ギリシャ神話の神々のアポロがハープを持っていたりします Buongiorno. Oggi sono a Villa d'Este a Tivoli.皆様こんにちは。私今日はよく晴れたローマ郊外の
チーボリ、イタリア語ではティーボリのエステ家の別荘のガーデンに来ています。一番向こうがかなり高くそびえ立ったエステ家の別荘になりまして、実は下まで降りてくると素晴らしいこちらドラゴンの噴水にやってきました。このドラゴンの噴水、なんと1500年代にここ所有者だった一方リトでエステがローマ法王グレゴリオがここに来られるということで、このグレゴリオさんの出身の紋章がドラゴンだったので、わざわざローマ法王のためにこのドラゴンの噴水を作ったそうなんです。実は左右はこのような円形の階段になっておりまして、階段のところにもこれ美しい貝殻と噴水が流れ出しています。そしてこの噴水はここだけでなく、たくさんここ階段や彫刻噴水があって、とてもローマから1時間でこんな自然のオアシスに来れるとは思えないぐらいの素晴らしい環境です。さて今日どんどんとご案内していきます。